目のマッサージなんかはやってます。目頭を押してグーッと押して、この周りの血行を良くすると目がパッチリするので、多分瞳も綺麗に見えると思います。ツボが多分あるので、人それぞれ気持ちいいところ、そこにこうグーッと押し当てたりとか、でも目なんでそんなに力強くやってもあれなんですけど、まあ、こういうところをこう流したりとか、この下のクマの部分もこう流したりとかしてます。お風呂上がってスキンケアをした時だったり、あと朝メイクしてもらう時もこの目周りのそういうマッサージっていうのをやってもらいます。私は自分のための自分の時間を作るっていうのが一番かなと思ってます。やっぱりお仕事が忙しいと、まあ、時間に追われる生活が基本になってしまうので、自分のための時間を作って、まあ、好きなものを見たり、まあ、美味しいものを食べたり、もうなんかそういうところでストレスを発散するのが、なんか心もそして見た目もにもいいんじゃないかなと思います。私はそうですね、ブルーレイでアニメを見たり映画を見たりしながら、大好きな鶏のささみを食べてます。お酒もそうですね、好きなので、もうそれが一番の至福の時です。家に帰ってお仕事頑張ったなって、ちょっとこう自分のために贅沢な時間だと思ってます。